どうもスマスモ TV ナビゲーターの角野です。今日はですね、スマニュータウンの、菅野台という地域に、最近、話題というか注目のあの施設ができたということで来たんですけど、これ何か分かんないですよね。ちょっと行ってみましょうか。なんかあの花が咲いてすごい綺麗ですね。これは幼稚園なんですかね。ちっちゃい手洗いがたくさんありますね。なんか張り紙も貼ってますし、ね、ちょっと水色だとかピンクだとかすごい可愛い感じで、ちょっと入ってみましょうか。あ、なんかちょっと綺麗な感じ。あ、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。はい、こちらの施設の方。はい、そうです。神戸妙見ワークラボ青空の中曽根と申します。中曽根さん、はい、ちょっと、この、はい、地域にちょっと話題の施設ができたということで、はい、ちょっと覗かせてもらったんですけども、ちょっと全然わからないので、ちょっといろいろ教えていただきたいなと思うんですけども。はい、もちろんです。はい、これ青空って書いてますよね。あ、そうですね。はい、ここの施設は神戸妙見のワークラボ、はい、青空っていう名称なんですけども、もともと実はここは神戸市立の青空幼稚園という、はい、やっぱり幼稚園だったんですね。はい、そうなんですよ。幼稚園が施設で あったんですけど、いろいろご事情があって廃校になって、その空いてる、この建物をですね、ちょっと私どもの方でリノベーションさせてもらって、働く場 の提供できるスペースと、地域活性という形で地域交流ができるスペースを、軸にこのワークラボ青空という名称で、運営を始めているという、こういう施設になります。じゃあ、この団地の中 その家の近所に働く場があって、で、地域交流とかもできるような場所があるというのが新しくできたということなんですね。その通りでございます。はい、なるほど。じゃあちょっといろいろご紹介いただきたいんですけど、よろしいですか？わかりました、もちろんです。そしたら実際もカフェが、オープンしてますので。カフェがあるんですね。ちょっと楽しみです。カフェの場をご紹介します。はい、どうぞ。はい、昔の写真とかね。そうです ね。ここもこ地域の皆さんのご協力いただいて、ちょっとこの地元の、変遷っていうんですかね、ちょっとご紹介するために。懐かしいですよね。はい、そうですね。利用されている方も、この幼稚園の卒園生の方もいらっしゃったり、ご子息を通わせていたりされていたので、こうやってこう生まれ変わったことで、また懐かしんでですね、お越しいただいて、こう幼稚園がどういうふうに変わったのかなという形で今、カフェの方とかにもですね、たくさんの方今お見えいただいてまして、はい、あ、カフェ、はい、こちらはひらがなですね。そうですね。カフェ&ダイニング青空という形で、実は運営自体はもう地元の住民 の皆さんにもう全て任せてましてですね、直接カフェを運営を、もうたっての地元の皆さんの強いご希望があったん で、はい、この場所でちょっとカフェをオープンさせたという形です。じゃあちょっと案内していただいていいですか？はい、ます、はい、いいですね、青空、はい、どうぞ。はい、こんな、いろんなこうちょっとメニューも、はい、豊富にありましてですね。素晴らしいですね。はい、日替わり定食650円ってむちゃくちゃ安いです。そうなんですよね。この日替わりがですね、メニューが豊富で、もう日替わりなんで1日たりとも同じメニューが出てこない。もう1ヶ月すべて別メニューでお作りくださっているので、ここで働く従業員のみならず、地元の方も、愛着もあって、使っていただいてましてね。中曽根さん自身はどう？はい、もう私はほぼ 100% ここで食べてますねっていうのも、なかなか場所がないということもありますし、どうしてもこう我々、私どもサラリーマンなんかなかなか昼食ってこう横着しがちなんですけど、ここは本当にきちんとおかずと副菜と、味噌汁ご飯という形でバランス取れたものを毎日出していただけるので、ある種今我々社員の癒しのスペースになっているという形です。すぐ来れますもんね。そうですね。はい、もう何食べたいかも分かってくれてるぐらいの、なるほど、はい、それ作られてる方。あ、そうですね。こちらが地元の方なんですよね。はい、地域でこういう場所が欲しいやってこう希望されて、で実際に運営されてるっていうふうに聞いたんですけども、はい、なんかその栄養のバランスとかも考えて、あ、少しはね、やっぱり年寄りの方もね、で来ていただきたいし、だからもうそういうのをちょっと考えてさせていただきます。はい、
なんかこう近所の人がね寄れる場所が新しい、はい、そうなんです。ここでね話をしたりね、はい、なんか来てもらうのがもう夢なんで、はい、少しでもまあここね赤い道通られるのでね、はい、だからちょっと寄ってもらったらいいなって。 ありがとうございます。中曽根さん、はい、あのこの、カフェもそうですけども、はい、先ほど地域交流の場にもっていうふうに言ったんですけども、あの他にもあそうですね、はい、あのちょっと外にはの家庭菜園の方に、まあ、準備をしておりましてですね、はい、あの、まあ、近々住民の皆さん、まあ、地域の皆さんに、はい、あの、まあ、菜園として貸し出しをして、はい、まあ、好きなこう野菜とか、はい、あの育ててもらおうというようなこともちょっと準備しております。ちょっと楽しみなワクワクする場所がそうですね、ちょっと増えてきそうな感じ で、はい、ちょっとまたこう、はい、あの交流の場ではいろいろこう、まあ、イベントだとかセミナーとかも行いますので、はいはい、ちょっとそちらの方もご案内させていただきます。じゃあちょっとそちらも教えてください。はい、はい、あどうぞ。こんにちは、はい、こんにちは。こちらは実際に私どものメンバーとしてここで勤務してもらってます杉本さんです。実際に、はい、あのこの、ワークラボに働きに来られてる方、はい、ということですね、はい、あじゃあすいませんちょっといろいろあの、はい、そのあたり生の声もお聞かせいただけたらなと思います。よろしくお願いします。ます、じゃあ失礼します、はい、どうぞ。すごいちょっと暖かくていいですね。そうですね、なんか日が差していいまさに青空っていう感じで、そうですね、ちょうどオープンした初日もこんな天気で快晴でね、はい、あの本当に青空の中で解消させてもらいました、はい、じゃ あの改めまして、はい、ここ あのワークラボ神戸明田にのことをちょっと、はい、あの教えていただきたいので、はい、よろしいですか。はい、もちろんです。はい、はい、あのお伝えした通り、はい、こう幼稚園の施設をリノベーションしまして、はい、あのまあ、働く場のところはジョブシェアセンター、うん、神戸明田にという名称で、はい、という形であの特に地域 あの皆さんに、まあ、雇用創出ができるようにですね、うん、あの企業の方と企業さんですとか、うん、まあ、自治体の方からいろんなこう業務を外注させてもらいまして、でその外注した業務を担っていただくのが、うん、まあ、杉本さんはじめですね、うん、あの地域の皆さんにその業務をあのお任せして、あの、はい、オペレーションをさせてもらって、ここに行けば、ね、その 働けるものがあるというです、ね、あそうですね。なので、まあ、梅田とかその三宮に、まあ、電車に乗ってではなくてですね、はいはい、あのお住まいの地元でお仕事もできて、はい、っていう形であのご自身のワークライフバランスであの合った形でご勤務をあのいただけるように、はい、こちらで全て調整をさせてもらっています。家からすぐ来れるっていうのがいいですよね。そうですね、はい、杉本さんは実際に ご近所のさんなんですか。はい、歩いて来てます。ああそうなんですね、はい、あのもう徒歩でもうすぐ、はい、もう数分っていう。そうですね。あ、すごいですね、はい、めちゃくちゃいいですね、はい、結構そういうのを求めてはる人多そうやなって思うんですけど。そうだと思います、うん、はい、であのずっとこちらにお住まいとかなんですか。はい、私は3歳の時からもうここに住んでまして、はい、3歳の時から、はい、すごいですね、はい、もしかしてじゃ あの、はい、ここの場所もこちっちゃい頃使われてた。あ、そうですね、青空幼稚園の前の菅野田幼稚園っていう頃に通ってまして、はいはい、めちゃくちゃ懐かしい。そうですね、まさかここで働くとは思わなかったんですけど思い出の場所とかたくさんあるんじゃないですか。そうですね、本当ここのクラスにいたので。あ、ここのクラスにすごいです、ね、バラ組って当時は。バラ組か、いいですね、はい、あ、そうなんですね、はい、もうやっぱりあのこういう家の近くにこういう働く場所ができたっていうのは、はいはい、あのやっぱあのご近所のお母さん方とか、はい、すごく良かったなっていう声とかありますかね。そうですね、はい、あの子育てしながらの人が多いので、うんうん、あのまあ、子供を見送ってから洗濯してから、うん、あの、はい、通勤できるというか、はい、まあ、ちょっと余裕があるというか全部ね終わらせてからできる。終わらせてから、はいはい、ですぐに帰れますし、はい、でまあ、学校からね隣が学校なので、はいはい、あの緊急の連絡があっても、はい、すぐに迎えに行けたりっていうのもやっぱりメリットかな。大変ですよね、そのなんかちょっと熱が出ちゃったとかだったら、はいはい、もう三宮とか大阪とか行ったらどうしたらいいかなって、はい、そうですね、はい、すぐに行けるっていうのがいいですよね、はいはい、あの、あ、中曽根さん、はい、すみません、あの、はい、ここ の, あの働き方の特徴って、はい、あの どういう特徴。そうですね、はい、あの基本はその、まあ、世間の皆さんにその派遣社員としてでもなく、はい、あくまで私たちが直接雇用させてもらって、うん、まあ、業務スタッフさんとしてご勤務いただくんです、うん、で、まあ、お仕事はあの我々の会社が、うん、あのいろんな
その企業様から外注させてもらっているので、うん、まあ、その具体的に言うとこう入力のお仕事だとか、はいはいはい、コールセンター の、 あのお問い合わせ業務だとかですね、うん、でまあ経営作業みたいなものも、うん、あのこちらの方であの外注させてもらって、うん、はい、まあ、そのお仕事と、まあ、ご希望するその時間帯、うん、あれば日数に合わせて、うん、あの私どもの方でこう調整して、はい、お仕事をあのお任せしているという形です、ね、じゃあその、短時間でも大丈夫だし、はい、そうですね、はい、もう少し私もちょっと働きたいわという方も全然、はい、もちろんです、調整が、はい、あのここでできるということですね。そうですね、はい、実際杉本さんもそういう感じで、はい、あ、そうですね、はい、私は1日3時間ということで、はいはい、あの働かせていただいています。あの、はい、どうですか、そういうあの決められた時間の働き方ってこう、はい、あの気が楽とかなんかそういう、あ、それはありますね、はいはい、あのやっぱりね、皆さんその時間は違うんですけど、はい、もう3時間って最初から決まっているので、はいはい、もうあのここで帰りますっていう風に、はい、ですよね、はい、あのなんかね、はい、あのちょっと帰る時で気まずかったりしますけど、そうなんですよね、全員みんな、はい、あのここからここまで来て決まってるの皆さん分かってるから、はい、あの それはいいですよね、はい、学校行事とかも優先していただいてるので、うん、はい、あ、そうですね、素晴らしい、はい、はい、金沢さんね、はい、ちょっとあの紹介したい場所があるんですけれども、はい、一緒によろしいですか？あ、いいですか、はい、はい、ちょっと気になりますね、はい、ちょっとどんな場所でしょうか、あの結構ね、あの先ほどからカフェあり、なんか家庭菜園もできるものあり、はい、で働く場所もありということで、はい、いろんな場所が充実してる感じですけど、まだなんか、はい、そういう紹介できる場所があるんですね、はい、あの、うん、実際働いている方が休憩するスペースなんですけど、うん、あ、結構なんかあの可愛く作っていただいているので、うん、癒しのスペースなんです。こちらなんですけれども、はい、わーすごいですね、はい、あ、結構椅子もカラフルで、はいはい、可愛くて、でちょうどさっきお話ししてた小学校が隣にあるので、はいはい、まあ、時間帯によっては、こちら小学校なんですね、時間帯によっては、うん、あの外で体育、子どもたちが体育してたりとか、うん、ね、あの休み時間で遊んでる様子とかも、うん、みんなここから、まあ、うちの子やみたいな感じで見てたりとかして、これ本当に近所で働くっていう、はい、もう醍醐味というか、そうですね、良さがもうふんだんに出てます ね、 すね、はい、ここを、はい、あの休憩室にしたって素晴らしいプランニングですね。はい、というわけで、今日は神戸明谷ワークラボ青空さんにお邪魔させていただきました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、ね、見させていただきまして、地域交流にも、すごくいい場所だし、働く女性にとってもすごくいい場所だなということを改めて実感、したんですけども、はい、こういった、場所っていうのは全国でも珍しいものなんでしょうか？そうですね、働く場のジョブシェアセンターというところの機能は全国でこの場所が4例目の、はい、ございます。4例目でオープンさせたんですけども、はい、地域交流とか地域活性の場も一緒にっていうことになると、はい、ちょっと前例のない取り組みでこの場が初めての取り組みになります。じゃあ全国初の場所なんですね。そうですね、まあ、いろいろ調べましたが、はい、ほぼ前例はないんだなっていうところは感じてます。素晴らしいですね、はい、こういった全国初の施設がこのスマニュータウン、に、できて、これからどんどんちょっとスマが住みやすくなるような予感がね、ますますしてきましたね、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スマスモ TV、次回もどうぞよろしくお願いします。ではさよなら。